いいか貴様ら、ここでの戦いを制する者がマインクラフトを制すると言っても過言ではないよ。はい、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 みんな冷たいぞ。はい、冷たいぞ。第1戦目、まずスタートしたいので、はい、こちら扉入ってください。はい、参加者の方だけ鬼が扉入ってください。はい、ルフかぶって帽子、みんな入れ、帽子かぶって、ゆっくり入れ、あっ、あ、よし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 、オッケー、オッケー。じゃあルフ無視していきますわ。というわけでまず第1戦目、1分間、ツナ缶と、アルゴくん待ってもらうんで、1分後スタートというわけで、逃げるターン。逃げるぞー、お前ら逃げるぞ。ちょっと入れない。逃げるぞ、こら、怖いぞ、これ。怖すぎるでござるよ。ルーフ動くね。めっちゃ濡れてか、ルーフちゃんと入ってこれた？入ってるよ。あ、そう。取り残されてよかったな。さてよ、これどうする？これどうやって動くか全然見当つかんけど。あ、じゃあ了解です。はい、鬼になるまでね。ツア切っとくね。ツア、はい、襲われたから。はい、じゃあ鬼になったらツアきま、あ、はい、かけます。はい。はい。一人ぼっちになっちゃった。一人ぼっちになっちゃったぜ。くそ、怖い。デンジャラス、めっちゃデンジャラス、めっちゃデンジャラス。この廊下一歩一歩角を曲がるために FPS みたいにクリアリングするんやで。もう徹底しなあかんよ。そのあたり徹底しなあかんよ。怖いよ、怖いよ。こっちって言うた、こっちって言うた、この一つの音をすですら怖い。とりあえずこっち入ってみよう。ああ、怖いな。ああ、音質そうだちとか言いたいけど、音質そうだちとは言えないな、この環境。テレス。みんなどれぐらい捕まっとうか。あっ、あははは、ばったり会っちゃった。クソやろ。怖いな。これ面白いっすね、でも。ルフ、これ見てよ、ルフの顔おかしいことになってるんやけど。え、ルフ？います。あれ、これあれじゃないですか。ニコ町会議にいませんでした、こういう人。ちょっと男の人がコスプレやったらこんなのあるよな。ちょっとスクショ撮らせて、スクショ撮らせて。これはひどい、やばいっすよね、これ。ちょっとこれもうちょっとすごいな、これ。インパクトが誰よりもでかいね、これ見てよ。へい彼女で後ろから迫って、顔見たらこんなんやけど。そう、後ろ姿美人みたいな。後ろ姿美人で顔がブサイク、顔だけブサイクやけどこれ。顔以外完璧やけどな。あるあるかもしれませんよね。あれ、ヨッシーの人ってどうなってんだろう、顔。後ろ姿美人で顔がブス、はい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 、あるあるだけダイブ。懐かしすぎませんそれ。さあ、視聴者の皆さん、第2戦が始まりましたよ。第2戦はね、逃亡者だけこの暗闇ルールがついてますよ。恐ろしいことです。視界が見えませんね。なんかフリーゲームでこういうパターンある。おっと、顔顔面ブサイクルフがいますね。顔面ブサイクとか言うたらひどいけど。おっと、ペットここ、そうじゃそうじゃ、青ねモチーフやけん、こうピアノの部屋に降りれたんだったな。忘れた忘れた、1回目の時あれやん、ベッドのとこに穴があること忘れとって降りんかったな。こっちに降りとってもよかったのにって感じ。さあ、で暗闇ですよ。暗闇でダッシュが効かんわけ、ダッシュできんわけですからね。
確か鬼の方が暗闇ないからね。これは逃亡者だけだからね。もうこっちが断然不利な状態です。そういうことです。視聴者さんにお伝えと。そして俺はもう右も左も分からん状態で適当に動ける状態。怖いっすよ。これマジ怖いっす。ちゃんとドアを閉めていく。あ、ここ危険すぎる。ここ危険すぎるよ。あ、ちなみに、逃亡者は、逃亡者じゃないな。鬼、青鬼は、ニコルさんのゴロですね。ゴロ。ニコルさんのゴロです。怖いですよ。もうニコルとパパと息子のゴロですよ。ドアはちゃんと閉めていけ。開いたドアは閉めろ。閉めろ。うん。ほんと怖いね。ここなんだ。こんなところ青鬼にあったっけって感じ。俺ちゃんと青鬼やったことあるよ。ちゃんとって言うもどうかと思うけど。これは再現されてるな。クローゼットですな。俺適当に逃げてきたけど、これどんな感じなん？これどこなんこれ。この床の模様とか全然、こんな青鬼にあったっけレベルなんやけど。俺、こんなとこまで逃げてきたけどよかったんこれ。コアスティックバイオレンス。チャットが来てる。赤で死んでるやん。赤でもう死んでるやん。早いよ。赤で早いよ。さっき最後まで残っとった赤じゃないのかよ。赤ちゃん。赤ちゃん。お、また誰か？誰かやられたん？あ、そっちじゃない。コウさんって方がやられてる。コウさんって方やられてる。怖すぎるよ。コアスティックバイオレンスですよ。どんどんチャットが送られてきております。いっくんさん。いっくんさん。全然話したことないけど、いっくんさんやられた。悲しいな。俺ここで追っていいんかな。鬼こんだろうか。てかこれ何分だったっけ。時間全然覚えてない。ああ。カチカチ言ってやがる。大丈夫ですかこれは。大丈夫なんですか。ここにいても大丈夫なんですか俺。悲しさと切なさと心苦しさと。ルフ死んでる。ルフ死んでる。みんなバタバタ死んでるよ。俺ちょっと残り半分ぐらいになったんちゃうん。全員の人数覚えてないけどさ、3分の2ぐらいかな。わからん。暗い。安心なしででも暗そうな場所あげんな。そりゃ安心ついただったらそれに乗じて。もう、あっ、カッツはかかってきた。よしよし、どうしたよし、生き残りますよ。いきますよ。よっしゃ。僕たちはもう実況者の名にかけて。はいよ。ネタせ一人いるけど。ね、俺だって実況者だし。そうそうですね。ちょっと俺やばいんやけど、安心なしでも暗そうなところ来たんやけど。僕は僕たち二人牢屋で隅に隠れてて、どっちか一人が犠牲になって、片方が牢屋からバッて出る。おーいや、お前ら仲いいな。フレンドリーやな。せつけさんも加わりましょうよ。俺、牢屋の場所もわからんし、移動しよう間に見つかりそうだし、怖いし。今どこにいるんすか？わからない。赤レンガのとこですか？違うな。それは違うな。やっぱり場所わからないっていうか。そうです、マップが。これマップモッドみんな入ってたら面白いんだけどね、これね。あ、マップモッドとかあるんじゃ。でも中見れない。あ、なんかん、なんか今なんかリスナーさんからスカイプのコンタクト来てビビるっていう。怖いね。そういうなんかリスナーさんからもプレッシャーかけてくるんや、ね、そう、プレッシャーかけてきてる。意外なとこから敵が、敵がもう身内。びっくりした。ドア開いたかと思ったね。音捨てんかったな。ショリンさん、俺未来への道キラしてるやつ切り開いてきていいですか？はい。え、嘘のこと言おうけど、それ死亡フラグやで。俺は未来の道を。俺は、不正義か。俺は、生きてアイナと添い遂げるんだ。ああ、白アマだ。アイナリンアマだでないか。
いい泡だ。やばいぞ。ああ、白雨だって原作の最後にびっくりした、雨だし。行方不明になるぞ。軍だし。白雨だってさ、アイナと一緒に行方不明になるんだ、最後。そう。おいらが、アイナーみたいな格でリーンって叫べなあかん時が来るかもしれんね。そう。おいなさん、てか、誰か死んだ？いや、まだ。田中さんやられてる。田中さんやられてる。今、あかねさんとコウさんと、ジャケンのクロウさんと、イックンさんとルフと、ツナカンさんだから、計 6名か。お、7名やられたんじゃね。あらー。むしろ、え、5人はまあ、F1 あるの。結構やられてますよ、もう。だから僕たち3人生き残ってるの奇跡に近いかもしれない。あー、奇跡の友情3連発。奇跡の友情怖すぎるよ。これ男子実況者、お、アルゴさん死んだ、マジか。アルゴ、よう見たら今日もやられてる。え、ちょっと待って、生き残ったのもしかして俺らだけ。俺らだけだ。嘘俺らだけの可能性って、これ死んだったら一人ずつ消えてっからね、通話。怖すぎるだろう。さっきルフさんいたけど死んでた。あかん。ルフ、え、ルフ死んだの？え、死んだ。死んだってこっちゃあった。こっちゃじゃないな。マジか。怖いっすね、それ。え、あと生きてる人誰だ？この3人だけかもしれんし、おってもあと1人、2人ぐらいじゃない。やばい。あれ、あの、青鬼ってちゃんと F1 押してます？押しなかったら名前出るから。うん、押してるはずよ。目下シフト押ししてるんですよ、押してる。シフト押してる。シフト押したら全然追いかけれるもんも追いかけれんよ。足の速さ的にはガンダンクだよ。ガンダンクをバカにするな。ケタビラはね、信頼性が高いんだよ。もういいや、俺コアファイター並みの馬力を見せよう。歩きでギリギリまで扉の近く待機して。俺はもうリュウさんの精神を見習って、俺コアファイターで突撃するからね。俺、あのリュウさんの戦士はブライトですら手を地面につけて泣いたからね。そう、あの、誰が乗ってるんだみたいなことでアムロ言ったけど、もうリュウさん普通に死んでくれた。そうそう。マジラアタックに突っ込んでいた。トップだった。マジラトップか。マジラトップですね。ハモンが乗っとったんやな。てか僕たちだけじゃない、ほんと。かもしれんな。もう全然死亡通知こんもんな。すぐもう僕たちだけだと思う。もう時間が来るのを待つしかないかもしれん。こっから動いたらもうそれこそ死亡フラグやばい。もうあのもう RPG も世界の場合になっちゃうから、うん、やばい。逆に俺が行ってリンさん生きてるっていう。絶好やん。いやそれはいい。やっぱ僕たちはね、お互い協力して生き残らなければいけないんだ。俺動画撮りようけどさ、いもんよ。え、今動画撮ってるんですか？撮りよるよ。お二人の声もちゃんと入っとるよ。え、リンですキラガーデンですキラ。だけど3人で、ね、きっちり生き残って、もう俺ら逃亡3人衆よ。逃亡3人衆シャバの空気が吸いたくてみたいな。なんかそれ聞いたことあるな。いや怖いな。怖いっすね。僕、もうずっと暗闇ですからね。イモローゼ。もうこんなん出ていたら自殺行為だぜ。例えたらさ、コメントで、バイオハザードでさ、サメの敵が、BOW がおる、水の中に入っていくようなもんやぞ。あの危険なとこ。そんなん、助かるんクリスぐらいやぞ。いや、もうここで振り向きゾンビとかあったら、俺もうびっくりするからね。怖い、前。バイオハザード1の。いや。いやー、カチカチ言ってるもん。俺ら別館？別館ってことはファミ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 ファーってなるんだよ。そう、もうずっとそうですよ、もう。え、俺カチカチ言ってる。もうファミチキの安売り始まってますね、もう。俺カチカチ言ってるんですけど。あ、ちょっとそれ煽られますね、なんか。え、俺だけ恐怖心煽られるようなところがおるんだよ。てか死亡通知ってことは本当俺ら3人だけ？俺ら3人すげえな。俺ら3人すげえ。動画的にもすげえけど。すごいな。内容的にもすげえ。ってことは、まだ見てない場所、鬼が来るってことだから。来るね。せやね。まあ、それも鬼の気まぐれやけ、もしかしたら見落としのあるところもあるかもしれんし、ニコルさんって結構あれやけん、空間認識能力高いって自称しよったけん、もしかしたら、そういう見落としはせんかもしれんけど、人間やけん一つぐらいはある。その一つが自分のところだったらセーフってことさ。わかるかい？すげえ長文でしたね、今ね。
すごい。でも俺さ、一人でのトーク力は低いんやけどさ、誰かおる時のトーク力めちゃくちゃ高いけんな。自分で言うたらあかんぞ。これ、青鬼に殴って逃げたらダメっすかね。殴る余裕は言うなよ。殴る禁止。正直殴る余裕言うなよ。敵もっとダイヤの剣やけん。殴るとは走る禁止やから。そう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 。怖い。だから、実際僕かガーデンさんが、敵が来た時点で来たって言って、その狙われてる方じゃない人がもうドアからバッて出てくしかない。うん、それしかない。狙われた人はすぐさま奥へ逃げて、一人が逃げる。誰か通知、通知来たぞ。終了。お、勝った。やった勝った勝った。俺たち3人勝った。チャットしようぜ。勝った。瀬戸田圭介勝ちです。やったー、ありがとうございます。3人も勝ったぞ。やったー、俺たち3人の力だ。やったー、生き残ったー。生き残った。緊張感が一気に解きました。血の気が引きました。ウィーニング、ウィーニング。俺と雪景さんとガーデンさんのこの友情パワーでね、うん、逃亡三人衆結成や。逃亡三人衆結成や。結成らせらせら、らせらせ。どうやってどうやって出ていくんこれ。これどうやって出ていくん。歩いて、俺歩いて出ていける自信ないけど。うん、飛ばしてくれない。 TV してくれない。帰りますか。さあ歩いて帰ろ、ゆうさん。はい。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。